感じね。サラダ。そいつから目を離すな。はい、父様。おとなしくしていろ。貴様はうちはの人間ではないが、まだ利用価値があるから生かしているだけに過ぎん。随分と派手にやってくれたな。私の夫と子供を殺そうとしたからよ。それに大切な友達も。その子も早く治療しないと危険よ。私も手伝うわ。あなただってこんなことで我が子を失いたくはないでしょ。我が子、勘違いするな。こいつらは俺の歯と神経を培養して作ったクローンだ。クローンって、そんな、それじゃまるであいつのそうだ、俺の死はオロチマルだ。あ、何を、やめなさい。オロチマル。ああ、カカシ先生も言ってた。今度の敵はオロチマルの関係者じゃないかってな。で、誰？聞いたことがあります。昔木の葉の里を壊滅させようとした。とんでもなくヤバいやつだ、あのウチハシンと名乗る男。ヤツの左腕、無数のシャリンガンが埋め込まれていた。あんなことができるのはオロチマルしかいない。じゃあサラダのママはそのオロチマルってやつのところに。いや、それはない。オロチマルは今木の葉の忍びが厳重に監視をしている。奴が直接関わっているとは思えねえってばよ。だが真の手がかりをつかむには、まずオロチマルから情報を引き出す必要がある。奴の研究所へ向かうぞ。パパ！サラダ？なんだ？なんでそんなに冷静なの？パパはママが心配じゃないの？おい、サラダ、サスケは。個人的な感情は任務遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えておけ。もう、薄塩味しかないんですけど。この重い空気、ほんと嫌。重いのは体重だけで十分だぞ。頑張れ、あちしのガラスハート。ちょうちゃん。よし、それじゃあ一緒に来るか、お前たちも。え、ナルト、お前、奴らはサラダも狙ってきた。ならこのまま一緒の方が安全だろう。勝手にしろ。それにオロチマルのとこならあの写真の奴らに会えるかもしんねえぞ。え、よし、決まりだな。夜が明けたら出発すっか。ひどいこと。クローンだとしても息子として育ててきたんでしょう。こいつらは俺の葬儀の代用品、それ以上でも以下でもない。悲しむ必要はない。生物には本来死などないのだから。どういう意味？どんな生物だろうといずれ肉体は滅ぶ。だが遺伝子はその子、そのまた子へと脈々と受け継がれていく。それが生命というシステムだ。死と呼ばれるものは単に必要なくなった器が消滅する現象でしかない。違う、肉体がただの器でしかないなんて絶対に間違ってる。思いも意志もそこに宿るんだから。親と子の間には遺伝子の伝達だけじゃなくて、もっと。遺伝子こそが生命の本質。弱い遺伝子は淘汰され、
強い遺伝子は掛け合わされてさらに強い個体を紡ぎ出す。それが進化だ。あんたは親にとって大事なものが何かまるで分かっていない。進化のため、より強い遺伝子を残すためには争いが必要不可欠だ。幾多の争いの中で新たな忍術や技術が発展し、強い忍びが選別されてきた。かつてこの世に戦乱を巻き起こした暁という組織があった。人類の進化のため、俺は暁を復活したイタチの意志を継いでな。この人たちがオロチマルの仲間。でもなんでパパが一緒に写ってるの？私本当にパパのこと全然知らないんだな。話は先代から大体聞いてるよ。悪いが僕は任務でここを離れられない。分かってる。こっから先はサスケに案内してもらうってばよ。ついてこい。こっちだ。おい、サスケ、お前行きつけの店じゃねえんだからさ、もう少し警戒しろってばよ。ったく、ほらな。久しぶりだね、サスケ。写真の。ここは子供たちと遠足に来るような場所じゃないんだけど。ほかげか。ちょうどいい。奴のところに案内しろ。はあ？おいおい、何命令してんの？俺が案内してやろうか。サスケ、どうやら案内してもらう必要はねえみてえだぜ。あら、珍しいお客さんだこと。オロチマル。この人が。おい、なんか前より若くなってんぞ。私のことだからわかるでしょ。いちいちその辺は突っ込まなくていいの。君は なんか思ってた感じと違う。ねえ、仮にもし仮にこの人があちしの親だとしたら、パパママどっち？ねえ、どっち？サラダ、お前の部下らしき男に子供が命を狙われ、妻がさらわれた。何か企んでいるなら今のうちに全て吐け。私が何か怪しい行動でもしたかしら。外の監視は何のため？なら、あの内葉信と名乗る男は何者だ？部屋を変えるわ。いらっしゃい。信、懐かしい名前ね。もう私から離れてしまったかつての実験隊の一人よ。あなたたちが戦った志村団蔵の右腕は元は真の腕だった。あの子は移植された組織に全く拒絶反応を示さない特異体質でね、クローン実験には最適だったわ。クローン？そうね、あなたに分かりやすく言うなら、二度と消えない影分身かしら。二度と消えねえって。用が済んだらそいつらはどうすんだ？消したいなら殺すしかないわね。人間はそんな単純なものじゃねえぞ。思ったより人間とは単純なものよ。人間は遺伝子の奴隷みたいなもの。例えばそう、サスケ君、あなたの娘があなたに似ているのも遺伝子を受け継いでいるから。全ては遺伝子に記録されたただの情報なのよ。遺伝子？おい、そんな言い方ないだろ。奴が内葉を名乗っているのは。ああ、それは自称してるだけ。複製とはいえシャリンガンを持つ者として、あの子は内葉の名に強く執着していたわ。とりわけ死んだあなたのお兄さん内葉イタチにはね。
そうか。真の素性については大体分かった。やつの居場所も知っているな。あらあら、一方的に質問ばかり。随分とずうずうしくなったものね。まあいいわ。あの厄介な真を木の葉で捕らえてくれるならこちらも助かるし、それにナルト君にはちょっとした借りがあるしね。あの子はどう？元気にしてる？ああ、うまくやってるみてえだぜ。そう、よかった。詳しく説明するからついてきて。あの、皆さんってパパの昔の仲間なんですよね？あ、まあね。なら、この女の人はどこですか？ああ、カリンね。別のアジトはここにはいないよ。そうですか。なら、もう一つだけお願いしたいことがあります。ん？まさかサスケがそこまでクズ野郎だとは。まさかカリンがね。今はまだその可能性があるかもってことです。遺伝子っていうのを調べれば私が誰の子供なのかわかるでしょ。おかしいな、確かこの辺にあった。いいかい、君から採取した遺伝子とカリンのへその緒の遺伝子を比較する。じゃあ行くよ。どうやら君のママはカリンに間違いないね。パパとは気持ちがちゃんとつながってるから大丈夫。まあメガネも似て。ああ、じゃあ僕はこれで。まずいことしちゃった感じかな。お前らは昔から余計なことばっかしやがるってばよ、このバカ。悪いのはサスケでしょ。君知ってたの？これ。知るわけねえだろ、あのサスケのクソ野郎。じゃあ、あとは任せたよ。おい、水月。あの世はサラダ。ママを助けに行かなきゃだろ。嘘つき。7代目の嘘つき。なんで私がママでもない人を助けに行かなきゃなんないの。私をずっと騙してた人たちのことなんてもう知らない。人なんかに似ていたくもないです。どうする気だ。七代目には関係のないことですから。何ですか。俺には関係ねえとかそういう風にはいかねえんだ。ボルトにもよく言って聞かせている。おかげってのは里の全ての人が家族みたいなもんだってな。何ですか？それはただの方便ってやつでしょ？パパは全然里にいない。娘の私の顔さえ知らなかった。ママは、ずっと私を騙してた。それに、血が、繋がってもなかった。私には、本当の家族なんていないんだってことが、
よーくわかりました。それから七代目は私じゃない。だから私の心の中もわかりっこない。あなたは私と家族じゃない。お前にとっちゃパパやママとのつながりはその程度のもんなのか。つながりってのは時間や血だけじゃねえだろ。それより強えもんがある。じゃあ何だって言うんですか。思い、それさえありゃいい。そんだけだ。もういっぺん自分にそれがあるか確かめてみろ。仕事だからすぐには帰ってこられないの。パパは私とママのことどうでもいいの？え、そんなことないよ。ならなんで帰ってこないの？サラダ、パパは私たちのことを大切だと思ってる。だからこそ帰ってこられないの。今はわからないかもしれないけど、いつかきっとそれもわかる日が来るから。ごめん、もうついね、可愛すぎて力が。ママってさ、パパとキスしたことある？え？何？どうしたの？ちょっとね、もっといいこと思い出しちゃって。ママのエッチ。いやいや、そうじゃなくて。ねえ、じゃあそのキスよりいいことって？その話はまた今度だ。パパに会ったらわかると思うよ。ママ。私、やっぱりママを助けたい。そうか。でも、もう昔みたいには、どうしたらいいの？偽物だろうが本物だろうが、そんなのはどうだっていい。助けてって思いがあったんなら、それが本物だ。行くぞ、ママを助けに。おお、いたいた。サラダ、お前たちどこに行ってた？サスケ、お前後で話があっからよ。なんだ話は後。まずはさくらちゃんを助けに行く。もう殺されちゃってるかもね。俺の妻はそんなヤワじゃない。まあ奴の居場所を教えてくれたことには礼を言っておく。俺が全員連れて行く。やっと動力が戻ってきたところだ。お前動力が弱ってたのか。道理で。お前にブツブツ言われる筋合いはないな。乗れ、お前たち。暁復活のため、俺はサスケを殺し、奴のシャリンガンを手に入れる。ウチハの名を継ぐべきなのは奴ではない。この俺、ウチハ死んだ。ママ、今行くから。